どうも大阪の YouTuber 北村よしおみです。今回はですね、この天草三角線の三角駅から熊本駅まで A 列車で行こうの特急に乗って中でハイボールを飲むという動画をお送りします。三角駅、西洋の教会をイメージした作りの駅となっております。そしてですね、三角駅の向こう側ですね、乗車位置よりもだいぶ遠くの方に留置しております。これからこの列車がやってきて乗ることになります。で、 BGM かかるので BGM はやめたいと思います。まもなく観光列車の A 列車6号到着です。 A 列車は全車指定席です。全車指定席です。ご乗車の際は指定券が必要となります。まもなく観光列車の A 列車6号到着です。ホームのお客様、列車が到着いたします。危険ですので足元の黄色い線までお下がりください。A 列車6号到着です。熊本からミスには指定券取れなかったんですけれども、今回も帰りの分、ミスミから熊本の分は指定席が取れました。発車までしかしばらく時間ありますので、ちょっと様子を見ます。座席がこういう A 列車で行こう独自のデザインのモケット。で、展望スペースあるにはありますが、運転手さんの近くまでは行けないようロープが敷いてありました。新型コロナウイルスの感染拡大防止によるものです。こちらは4人グループ向けの座席、ボックスシート、テーブルにドリンクや食べ物を置いて歓談することもできるわけでございます。列車は2両編成です。連結部分はここの部分だけです。こちらが1号車にあるサービスコーナー。ただ新型コロナウイルス感染拡大防止のためフィルムが貼ってあります。このように何番分かが入ってきた当時を思わせるようなデザインの作り。中にあるのは天草四郎とマリア様の像の彫刻置物ですね。列車の絵は天草の絵なのかな。このスペースで飲み物を飲んだり食事をしたりすることもできます。特急 A 列車で行こう6号熊本駅です。三角を出ますと終点熊本の終点に停まります。まもなく発車します。乗客のお客様、閉まるのにご注意ください。出入り口を挟みますが、一番前の席に座れば全面展望を楽しむことができます。それではですね、 A 列車で行こう6号キハ185系の特急三角駅を発車しました。A 列車で行こう6号三角の駅、三角の港町を後に出発しました。この列車ですね、途中
宇都駅にしか止まりません。三住線内の各駅には止まりません。の客室乗務員よりはここ有明海と雲仙普賢岳が綺麗ですよという案内がありました。そしてずっとですねこの車両バックにですね BGM がかかっております。 A 列車で行こう。網に田んぼの田と書いて大田駅と読むこの駅なんですけども、駅舎がですね国の有形登録文化財に指定されているレトロな駅舎ですよという案内がございました。バーカウンターでですねこの A 列車で行こうの名物でもありますハイボールとですねチョコレートを勧められましたのでおつまみにチョコレートを買ってみました。このチョコレート結構コクがありました。希望すればこのようなパネルを持って記念写真を撮らせていただくことができます。バーカウンターにはこのようにですね感染予防対策でフィルムが貼られているんですけれども、なんかウサギの絵とかイルカの絵が描いていて可愛かったです。ちょっと有明海を背景にですねこのハイボールを撮ってみました。これうまいこと撮ったらインスタ映えするんじゃないのかなと思います。海の上で連なっている電信柱、これ別の動画でも取り上げましたけども長べた海小路というんですけれども、行きでは海は引き潮でした。今は満ち潮です。この有明海引き潮と満ち潮の差が激しいというのも特徴のある海です。ハイボールを自分の座席に持って戻ってきました。このようにですね窓にですねドリンクを置けるちょうどいい大きさのくぼみがございます。 A 列車で行こうは宇都駅から鹿児島本線に入ります。また宇都駅到着と同時にバーカウンターでの営業は終了いたします。駅からは福泉殿下の鹿児島本線を走り、右側にはですねずっとですね九州新幹線が並行している区間でございます。
今すれ違ったのは815系でしょうか。バーカウンターの客室乗務員の方からもうすぐ熊本駅に到着するご案内がありました。全席指定の特急列車だから乗車券も特急券もみんな持ってるはずなんですけれども、案内のテープがなんかワンマン列車の案内のような感じがするなって突っ込みたくなるんですけど、ということで熊本駅 A 列車で行こう6号熊本駅に到着です。三住線、天草三住線の三住駅から熊本駅までの1時間弱の旅でした。 A 列車で行こう6号。では三住線、天草三住線の三住駅から A 列車で行こうに乗って熊本駅に着きました。ジャズが流れて、車内でハイボールが飲めて、大人の楽しみの列車だったなと A 列車で行こうについて思いました。おそらく一方でこの熊本駅から出てる同様に豊肥本線の阿蘇ボーイ、あれはね、あの阿蘇山観光の特急なんですけれども、観光列車のね、これは子ども向けなのかなと、阿蘇ボーイは子ども向け、 A 列車で行こうは大人向けってなっているのだと思います。ということで A 列車で行こう三住線、天草三住線の旅、この熊本駅で終了です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と、よかったなと思ったら高評価、つまらなかったら低評価、またコメント何か書いていただけるとすごいモチベーション上がるので嬉しいです。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。